おはようございます。今日はね、もう渓流の方も終わっちゃいましたんで、サーフ来てます。まあサーフ今からだとね、ヒラメかな、ヒラメ狙い、うん、そういった形になると思います。今日のポイントはここです。ここから少しね、乱岸していこうかなと思ってます。今満潮ですね。満潮の、まだ潮止まってるかな、うん、かもしれません。ここら辺からずっとね、乱岸していきます。人は相当多いね、うん、人も相当多いです。じゃあここからちょっとやってみます。第一投、波は今日 1.5m。 今はね、ペンシル、シンキングペンシルで今やってます。まあテトラまでの区間でちょっとやってるんで、今ペンシルで、あと向こう、そうだね、テトラの向こう側からはちょっとジグで、スイミングジグ、うん、まあそんな感じでやっていきます。今日の天気曇りだね、うん、ちょうどいい感じ。やっぱり曇りの方がね、いいっすよ。まあ朝方、夜明け前にね、ちょっと雨降ってたみたいだけど、どっちかっていうとね、曇りの方がいいと思います。ここの場所がいいな。なんか違うね。流れがあっていい感じ。風は横だね。真横。真横からの風です。まだそんなにないけど、多分風的にはどうなんだろう、2メーターぐらいあるかな。でもな、
何メーターぐらい来たかな、100メーターぐらいちょっと移動しました。あの波来てから、あそこだね。遠くないな。ああ、波の崩れるあたりだな。いるね。いたね。くそ。今当たったね。完全に。今な波崩れてるところ。多分。小さいかもしれない。針にかかんないから。ガガンとなったけど、当たりはあったけど、ひょっとしたら針にかからないぐらいの大きさ。多分そんな感じ。うん、いるのは確か。いたね、今。いたね。いましたよ。小さいけど、多分。上クラスかな、多分今のあたりだと。なんかそんな感じだね。上クラスかもしんない。今一番いいよ。今一番いいっすよ。また来ると思うんだけどな。この間がいいね。ちょうどいい感じになってるね。両側が浅くてここが深いみたいなね。いいと思うよこの場所。ここまあ当たったぐらいだからね。当たったぐらいだからいいと思うんだけど、多分またそろそろ来てくれるんじゃない？
やべ、長靴しか履いてないからね、ちょっと大きい波来るとやばいね。当たったんだけどな。さあ少し移動する？しゃあない、少し移動しようか。うわ、来てるし、まあいいや、ちょっと移動しようか。一コブ、大きくない、小さい小さい、そんなに大きくないね。なんだろう、わかんない。うん、いい感じだね。なんだろう、あー、ソゲだね。ソゲソゲソゲでした。ヒラメのちっちゃいやつ、あー、外れちゃった。今見えました、腹ソゲだったね。うん、やっぱあれだね、さっきもかかったんだけどね、ヒットしたんだけど、トゲでした。ありがとう。トゲでしたね。あれではちょっと手応えがないよね。一瞬だけだったね、プルプルプルって、あとはもう水面ずっと引きずってきたみたいな。ソゲか、でもちゃんと当たってるんだね、ヒレはね。本当に小さかったね、今のはね。まあ一匹かけましたから、オートリリースであれはいいね。おはようございます。今日ここ来てます。釣り客ずいぶんいるね、なんか知らんけど。お、ヒラメ釣れたね、この人。釣り客ずいぶんいるね。ちょっとやらせてもらおうかな。ヒラメ出たね、この人ね。そしたらね、あそこの間に入ろう。うん、ここいいよね。こういうとこだよね、やっぱりね。
そこの間だよね多分。じゃあ私ここで、遅くなったんで後から来た人はね、空いてるとこでやる無理やり入んない。ちょっと今日シルエットのちっちゃいやつでスイミングジムの 26g でキャストします。カウント3ですね。
じゃあちょっとね、満潮から下げで、狙ってきてます。満潮から下げで、深いね。まあまあ深い。カウント4あるね。カウント4、まあまあ深さはあるね。今現在パイロットルアーで試してます。いつものルアー。あの盛り上がってあのあと穏やかになるから結構起きたよね。盛り上がってるね。あれでスーッと穏やかになるってことはあそこ深いんだよね。あそこからであるね、だと思う。ポイント的にはいいと思うんだけどね。駆け上がりがあるってことはだ。
多分あそこ通り道だと思うんだけど、魚のいればあそこにいるよね。いませんね、魚は魚はいませんね。ラスト、これラストです。誰も釣れてないもんね、大体見る限り誰も釣れてない。今地合いだからね、本当はいるなら釣れてくれてもいいんだけど、いないのかもしんねえな。ダメだね、終了します、終了です。ダメでしたね。